ています、種類がたくさんあるんですが、例えばこちら、ここに氷を入れて日本酒を冷やすものになってます。それからこれは竹でできたおちょことっくりですね。それからこれを切ってください。これはマスといって、日本ではこれでもお酒を飲む習慣があります。これは日本の象徴である富士山の絵柄や至福と漢字で書いてあって、とっても幸せという意味を表しています。他にもたくさん種類があります。日本に来て日本酒飲みましたか？日本酒だけではなく日本の四季も一緒に楽しんでみてください。では残りの日本の旅行を楽しんでね。バイバイ。